ね、iPad ってさ画質悪くなんない？めっちゃ悪いですね。全部にいただきます。難しい。確かに下ろしちゃう、ここに。ああ、あり。バイエスエーさん、ありがとうございます。ヤッホー、レミちゃんと一緒です。どうだろう、いける？それ弾くの偉い。一応閉めて。あ、いいじゃん。めっちゃ高いでも。え、高すぎ？もしかして。え、さすがに高い。他あるか。あ、これとか。あ、でも。どんないか。立ち配信になっちゃう。やばい。え、むずいね。それか、携帯に移行するか。あ、絶対そっちの方がいい。うん、おいしい、おいしい。しぼぐわっとして、うん。今日はレッスンでした。朝からずっと、うん、頭使ったね。めっちゃ暑かった。言っちゃダメだよ、パスワード。あ、言いませんよそんなバカじゃない、さすがに。めっちゃいい匂いするね、美味しい。ハンバーグ一緒、え、一緒だ。一緒にしました。美味しそうだった、見てたら。え、美味しい。え、声今日もやばいよ。なんかさ、ダンフリーのフリーデの時さ、口歌で歌わないといけなかったりするじゃない、うん、その時さ、高音が出ないからさ、なんか歌サボってるみたいな。それはそれで不利ですよね、不利っていうか、うん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 、星とかありがとうございます。なんかひどくなってません？うん、朝よりね。多分さ、レッスンでめっちゃ歌ったから。よし、オッケー、できます。うん、うん、美味しい。顔めっちゃテカってる。今日すっぴんなんですよ、絶賛。ジーニース、この部屋。うん、うん、アイス食べたい。確かに、買ってくればよかったね。確かに。怖い。ゆいちゃんとかき氷行こうって言ってたけどね、行こう、行きましょう。かき氷だっけ、ひまわり畑の印象が強すぎて。確かに、めっちゃ前にかき氷、うん、言った。あ、待って、言った。めっちゃ前じゃない、あれ。マジでいつって感じ。やばいよね、時の流れ早し。だってもう8月だよ。え、今年え、4ヶ月で終わった。え、 8月なるじゃん、8月になったらあと4ヶ月だよ。やば。え、4ヶ月だよね、数え方。うん、あ、え、5ヶ月か。携帯でするの久しぶりだ。うん、え、iPad 立てれる？だってなんか専用の三脚か。え、すご。え、めっちゃ大きいんじゃない？これぐらい。え、すご。まあ、髪のボリュームやばい。ボリューム汗かいて。うん、うん、うん。ちゃんと対角線になってます。ん、対角線、うん、うん、対面ではないので、うん、ここにいない。そう、壁。こんにちは、れいちゃんと一緒にいます。ねえ、ご飯食べます。
昼ご飯ね。昼ご飯。めっちゃティッシュ出しちゃった。大丈夫。いるなら使ってください。うん、使う。私も出しちゃった。美味しい。昼ごはんはハンバーグ食べます。はい。ごめんなさい。お弁当あった？いや、あ、帰りました。お疲れ様です。バイバイ。なぎささん。さっきまでレッスンしてました。うん。めっちゃさっきね。うん、マジで。30分も経ってないかも、うん、めっちゃ踊ったね、踊ったね、頭フル回転やばかった。なんかさ、1曲目の方はさ、なんかみんなめっちゃできてたよ。え、そう、だから焦ったね、焦った。先生も1回しか踊らなかったからさ、いきなり合わせる、ね、2人でさ、ね、曲って言われて、ってめっちゃ顔したよね。そう、2人だけ嘘でしょ、ね、え、嘘と思って。やったこと多分あったのかな、みんな開始もしなかったし、うん、だから、え、わかんな、うん、わかんな状態だったけど、何回かしたから、うん、ギリギリセーフだった、うん、多分みんなやったことあったみたい、うん、分かってましたよ、うん、だってこの間はこうだったんですけど、みたいな、え、言ってた、だから、あ、やったことあった、言ってた、おいしい、あったかい、うん、うん、うんうん、なんかスマホでやると顔ちっちゃく見えません？ああ、確かに。iPad、確かに。iPad 近いの？うんうん。おろしポン酢ハンバーグ。和風だね。美味しいね。美味しい。食べてないけど。めっちゃ肉汁すごい。すごいよね。もっともっと。美味しい。お腹すいた、ね、うんうん、科学大佐さんもありがとうございます。声がやばい、うまっ、おいしい、うんうん、なんか外、あの、なんかレッスン場というか、朝めっちゃ朝方だったから、うんうんうん、そのあんまり日が出てなかった、日が出てないって言ったらあれだけどさ、まだなんかお昼よりさ日差しが強くなかったから、うん、大丈夫だったんだけど、さっき出た時にこの室内と外のめっちゃ暑かった、ね、あれが光とかも、ね、目やられちゃった、影響された。夏はマジサングラス必須ですね。うん、うん、なんかハンバーグでも健康的感ありますね。なんかさ、うん、重くないハンバーグ、うんうんうん、レミちゃんとは舞台で仲良くなって、うん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 、そこからですよね、うん、そこからラインとか結構するもん。うん。うん。割と。昨日レイちゃんが誘ってくれました。そうしようと思って。で、そのなんかもともとなんかしようみたいな、エイトの日のレッスンとかフェスとかも一緒だったから、うんうん、一緒に多分滞在する時間長いなと思って、あの誘ってたの。お互い誘って誘われてみたいな感じだったから。うんうん、なので、あ、今日一緒だと思ってやろうと思って。嬉しい、配信入ってる。ね、できて嬉しい。うん、初めて。え、確かに。え、初めて？初めてだ。配信は。初めてじゃないです。うん、嘘。あれ？え、嘘。なんか一回舞台の時しませんでした。うんうん、みんなでやったの。うん、でも二人は。確かに二人は初めて。初めて。今ねだってさ、うん、お仕事合間に多分少量のイベント以外だったら、うん、ね、することないもんね、少量の、うん、あのお仕事の合間にって、うんうん、少量イベントは時間を切る、うんうんうん、あれだからね。おいしい、運動後の
美味しい、美味しい、幸せ。朝眠すぎて、うん、ささっとメイクの佐々木さん、うん、あ、私も来た。私も、え、アイス食べたいって言ってたから。そういうことか。嬉しい。めっちゃ来てくださる。ありがとうございます。ね、来てくださって。優しい。うん。オレガン坂さんのメイクのプロフェッショナル。プロフェッショナル。これも私も。プロフェッショナル。キャメイク東京、オレガン坂 DHC。急に。ご飯めっちゃ多い。うん、でもめっちゃご飯食べてる。本当だ。え、久しぶりに白米食べてるかも。うん、なんかお弁当の時さ、白米いつも食べてなかったの最近、うん、おかずだけ。なんか時間ない。私さ、時間めっちゃ使い方下手くそ。ね、なんかさ、本当になんかもう時間の使い方が下手くそすぎて、なんかね、お弁当食べる時間か、うん、合成流行ってるよね、それ。流行ってる。今レッスンでした。朝からずっと踊ってた、マジで、うん、疲れた。頭も使いませんでした、うん、全身全霊。全身全霊、本当にそうだ。うん、美味しい。難しい。美味しい。エアパイス買ってくればよかったな。うん、本当に。なんかまた暑い中出るの嫌だね。うん、うん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 、もはや何言ってるか。佐々木さんが朝から何も動いてないのにピザランチしてます。いや絶対おしゃれ。おしゃれ。ピザランチって何？おしゃれすぎ。ピザ食べたい。うん。なんかさ、最近ちょっと変わってるピザ多いじゃん。なんか。うんうん、めっちゃ分厚いやつとかさ、うんうんうん、食べたい。ね、行こう。めっちゃ予定立てるけど、ね、やばいね。やばい。でも一個決まりそうだもんね。一個決まりそう。確かに。ひまわり畑行きたい。うん、行こう。なんかさ、時期的なものは早めに行った方がいいよね、多分。うんうんうん、ひまわり畑とかダッシュじゃない？結構。え、だいたいいつまでひまわり畑？なんか前して調べた時は、うん、7月下旬から8月ぐらい。いや今はね、うん、見頃。マジの見頃かな。うん。ドキッてしない？え、します、します。現れたらどうしよう、ね、予約してるけどさ、うん、ご飯がめっちゃ美味しい。もちもちじゃない、うん、美味しい。ありがとうございます。みんなレビちゃんとは2個離れてます。そうです。でも舞台がなかったらさ、こんな仲良くなってない。絶対喋んないよね。前まで喋ってなかった、うん、なんか本当にさ、なんか挨拶だけだったよね、うん、だって関わるさ、接点がなかったもん、今まで。なんか話したとしてもちょっと気まずい感じ。そうそうそう、行きますみたいな感じだったよ、お互い。まあでも最初はそんなもんだよね、うん、でも今こうして仲良くなれて嬉しい。嬉しい、幸せ。結構話し合いますよね。ね、合うよね。
やっぱ年がさ、うん、確かに近いと近いから、うん、ごちそうさまでした。クリーニング屋さんありがとうございます。ゆいちゃんの第一印象は、え、なに、ね、でもお嬢様、って感じ。なにそれお嬢様、え、最初、確かに、最初っていつ会いました、うん、まずそこからかも。いつだ、え、記憶全然ない。気づいたら話してね、気づいたら話してた。え、でも多分あのなんかなんか一時期っていうかコロナになる前に公演の練習して、うん、うん、でもその時も喋ってないよね。マジで挨拶ぐらいね、本当に一緒に共にレッスンの空間にいるって感じだったよ。なんか多分その時はあの私とか私と愛ちゃんとかさ、うんうん、はあの熊本のやつとかもあったりとか、 あとなんだっけ、あのレミちゃんたちのさ、うん、同期の子たちが多かったじゃん、まだ。だから同期で確立してたから、うん、楽しそうね。でもね、あんまり接点がね、難しいよね、うんうん、でもやっと話せるようになりました。なりました。結構ね、もう話すよね、うん、いろんな話ね、いろんな話する。なんか気づいたら話してますね。仕事のこともだし、うん、全然プライベートのことも話したりしてるね、うん、やっぱ年齢が近いって強いね、うん、結構強いですね。話しやすさもあるし、ね、なんかさ、系統とかも似てるじゃん、結構、うんうん、嬉しい。性格とかもね、うん、食べたいものとか大体一緒です、ね、本当に楽だよね。食の好みって結構大切、今日もハンバーグ2人とも食べてます、うん、うん、隠し芸一緒にしてたわ。え、やってた。え、待って、懐かしい。でもそれもさ、なんか家からでさ、リハもさ、うん、なんか、ね、今日みんなどういうことしますかって一人一人聞かれて、あ、今日はこういうのしますみたいなやつで、はい、解散みたいな感じだったじゃん。で、もう本番みたいな感じだった。喋ってなかった。ね、なんか喋る機会ってなかなかないんですよね。なんかコロナウイルスの影響とかも結構あって、コンサートとかもね、なかなか結構そんな感じです。やっほー。でも高1だったのが2年前って思ったらちょっと怖い。え、でもなんかれいちゃん高1のイメージある。え、今もずっと。え、嬉しい。嬉しすぎてめっちゃ久しぶりにでかい声出した。確かに久しぶりに聞いた。え、すごい。高1っぽい、なんか高3のイメージ。え、嬉しい。それめっちゃ嬉しい。なんかいつもなんか OL とか言われるの。なんで誰から言われるんですか。ファンの人とか、なんか中身 OL だねみたいな考えがって言われるから、なんか高1って言われると嬉しい。なんだろう、え、全然 OL なんて思ったことない。嬉しい。結構キャピキャピ系だよね。めっちゃキャピキャピ、ね、一番してるよね、チームメイトで。レミよりもしてるね、本物の高1より。なんか楽しんでる。キャピキャピしてる。ピケです。なんかギャルい。ギャル？なんか発言とかが。ああ、なんかマインドが結構さ、ギャルだよね、うん。それは言われる。マインドギャルいってよく言われますね。多分フットワーク軽いとかだからかな。
手の子と一緒だとちゃんと JK、 そうだよ、一応 JK なのよ。これは1時間ぐらいする、うん、1時間ぐらいします。スケジュールどうしようかな、これから。で、終わっちゃった。嬉しい、食べてくれて。なんか作ってないのに。めっちゃ作った人みたい。美味しかった。なんかご飯食べたら眠たくなった。わかる。そのさ、気温もいい感じじゃん。動いて、ね、動いて、運動して、お話しして、ご飯食べて、今だから結構眠気くるね。朝も早かったから。うん。ゆつゆきさん、だるまありがとうございます。本当に携帯でやったら顔ちっちゃく見える。え、漏れる？漏れる。最近ショールーム漏れない？確かに。ね、漏れるよね。一応フィルター機能つきました。イエーイ。え、フィルターしなくても漏れるよ、最近。いや、わかりますね。え、なんで光、自分がレベルアップしたとか。いや、絶対見抜けたの、私たち。え、アイス食べたい、本当に。ね、食べたい。誰か、誰か買ってきて。私たちがマネージャーさんに買ってきてくださいとか言える立場じゃないから。、うん、大御所じゃないと。あ、カメラの性能がいい。あ、そう、え、待って、そういうことね。あるかも、確かに。だってカメラすごくない？最近。最近やばい。レベチ。ね。だってさ、普通にさ、なんか昔のカメラとかより今のカメラ、自分の携帯の方が。ね、本当に見すぎる。絶対。モバイルも漏れるし。ね。ね、レミちゃんも結構ギャルくない？顔。顔が。え、なんか、え、多分2個目だからじゃないですか。ね、かわいい。嬉しい。かわいい系もなれるし、美人系もなれる系のさ、顔の系統じゃない？初めて言われた。面白い。ありがとうございます。ほうほうほうさん、ありがとうございます。クリーニング屋さんもありがとうございます。キャハハハハ。キャハ。へー、嬉しいな。何の音？どこから聞こえてるんだ？レッスン？レッスン上絶対聞こえないよね。防音だから。会議室とか、あー、あるかも。聞いた。レッスンイベントのありえる。聞こえるかな。でも私たちでも何歌ってるか分かんないから大丈夫だよね。分かってきた、どんどん。マジ。ああ、うちらがでも喋ったけど、でも聞こえない。そうですね、うん、だって無言になったら聞こえました。うん、そして耳をめっちゃ澄ました。FP さん、ありがとうございます。ネギ大佐さん、かわいい、ありがとうございます。バジバジちゃん、ハート、ありがとう。超すっぴん。え、どすっぴん、私も。すっぴん。レッスンの時、だいたいすっぴん。うん。なんか朝早かったりすると、メイクする気力が起きない。うん。それもさ、マスクしてるからさ、ただでさえ汗かくから、もうメイク崩れしちゃうから。しない。キュートゥーラーさん、だるまありがとうございます。バタボーさんもありがとうございます。え、本当に眠くなってきた。ね、眠くなってきた。私さ、配信のスケジュールのさ、立て方すごい下手くそなのね。いいよ、めっちゃ、ね、下手だし、うん、計算できない、できないし、なんかあれ、でも1時間1時間1時間ってやった。あ、
でもさ、何分のやつがさ一番効率いいのか分かんないんだよね。確かに、なんか上位の人って細かくやってるイメージがある、ね、そうだよね。15分やって30分休憩して15分とかじゃん。難しいね。なんかさ1日もう完全にお休みとかだったらさ、うん、できるけどさ、なんかレッスンとかがやっぱこまごま入ってくるとこんな感じで、なんか、ね、そう何時に終わるか、なんか何時にそう終わるって言われても早まるかもしれないし遅いかもしれないから、そう、眠くなってきた。朝から頑張ったもんね。めっちゃね、汗かいた。ね、汗かいた。休憩を1時間取ると次の星が投げられる。あ、そういうことね。30分してまた30分して1時間後とかの方がいいのか。でも星3周とかはちょっと聞こえるって、やばー、あ、やばい、あー、やばい、あー、でも何のあれなの、ね、なんかイベントだったの、さっきなんかそのメンバーさんいた、17期生、あー、でもレッスン場いましただよね、多分確か、あーはー、ボイスレッスンとかあるんだ、やっぱ17期ジュズキちゃん、さっきちょっと見ました ね挨拶した。でもなんか人見知りでしょって顔見れないね、わかる、あ、だから下見ておはようございます。めっちゃ感じ悪い人になっちゃう、ね、なっちゃうよね。それも着替えてたからさ、見ていいのか、そう、見ちゃいけないものだと思ってね。なんかさ、もうさ、仲良かったらさ、てか普通にさ、コンサートとかでもみんなアンツ一丁とかになるからさ、なんか大丈夫だけどね、着替えとか気にせずにね。そうそう、あ、61分間隔を空けるとなお安全なんだって、なんか更新とかでプラス1分とかの方がいいって聞いた。へー、あー、なんか次始めるのが5時1分とか、そう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 、だから例えばね、あるよね、教えてもらって。むずいよね、難しい。あ、でも音楽止まった。あ、科学大佐さんありがとうございます、ありがとう。 AKB48A あ、後悔 A って他にどんなやり方、あー、すごい、あ、やばい、やりにくいでも、A ってかわいいね、なんか確かに、ヤッホー、ヤッホー、ヤッホー丸、スイさん、ケイチ丸、なにそれ、でも、オキ丸スイさん、ヨイチ丸みたいな、え、つながるの？つながる。長、オッケーでいいやん。よいちまるみたいな。オケマル水産って言ったら開始がよいちまるになるってこと？いや、普通に流れでオケマル水産よいちまる。JK すぎ。私そんな言わない。了解。私。言わないですよね、今オケマル水産よいちまるみたいな。長っ！ってなる。超長いじゃん。面白い。長すぎて。かみしめちゃいます？うん。そうね、入ってきても映るかも、映らないけど、確かに今日は白、かわいい、なにそれ履きやすそうね、めっちゃ動きやすかった、マジ初めて見た、新品いいね、新品はもうなんか最初の方とかは割とこだわってたけど、もうどうでもよくなりますね、どうでもよくなる、もはやレッスン着が大好きすぎて休みの日もレッスン着着るもん、あ、確かに楽ですもんね、楽、なんかさっきも17期生の子が、ワンピースを着てきてて、それからレッスン着に着替えてるのすごいなって思って、プロ意識だよね、意識高いと思う、私さ普通にこれで来るもん、そのまま着てちゃう、ね、着てしまうから、
髪もボサボサこんなんで、本当にえすごっと思って、ね、意識高っ、ねね、そんなことしてた。逆にさ普通あれだよね、初期の頃はこれこういうのできて、うん、え本当にあれじゃない、たまに私服でみたいな感じ、うん、レベルアップして綺麗系できて着替えるってことがなかった、ね、だって言って用事ないもんな、うん、ね、終わって。しかもその汗かいた状態でそういうの着るのがあんまり好きじゃないから、だからもうそのまま帰る、汗もまみれで、うん、汗まみれでね、あんまなんないけどね、うん、クーラー結構効いてるから。今日ちょっと寒くなかった、寒かった、ね、立ってる時間が多かったから。高い、意識高いというかおしゃれなんだよね、みんな、うん、おしゃれすごいな、ね、めんどくさいってなっちゃう。わかる、朝から服選ぶも行為がもうめんどくさい。わかる、汗だく、なんかぶっ通しでやったらめっちゃ汗かきます。うんうんうん、それこそこの前も一緒に出たんです。うんうんうん、え、やばかった、みんな顔真っ赤にして、ね、マスクがやばいよね、やっぱあ、そう、福留ちゃんの卒業公演に出演させていただきます。頑張ります、ね、楽しみ、楽しみだけど悲しいね、最後のステージにね、呼んでくれるの、ね、でもさ、まさかって感じなのに、ね、嬉しいあんな7人の中に入れるなんて貴重ですよ、福留選物。うわー嬉しい、うん、声に敏感になってしまう、声に敏感になっちゃうみんなは今日は、あ、でも今日は土曜日か、今日は土曜日だ、世間はお休みだね、基本的には、なんか土曜日を仕事してる方も多くないですか、割と。確かに最近はなんかさ、最近さ、なんか逆にさ、休日の土日とかに出てる月曜日休みとかさ、確かにあるかも、ね、でも職業によってやっぱ違うのかな、全然違うかもしれない、ね、職業から。でもさ、学校の先生ってさ、なんか休みあるのかなと思う。確かに部活、なんか中学生の、中学校の先生めっちゃ忙しそう、うん、ね、だってさ、常にいるイメージ、うん、あの学校に。確かに家帰ってるのかな。私さ、冷静にさ、学校ってさ、朝もう8時ぐらいだけどさ、みんな7時半とか8時ぐらいに来るわけじゃん、うん、先生もっと早く、ね、そっからさ、こう行ってさ、こう行って5時とかじゃん、うん、で高校とかになったらもっとさ、部活とかで遅くなるじゃん。それから自分の仕事とかしたらってやったらさ、寝る時間なくない？12時、11時ぐらいになっちゃうよね。家帰ってご飯食べてお風呂入って、え、一番重労働じゃない？だって学校の先生って立って教えるじゃん。え、確かに、え、やばくない？学校の先生大変かもね。すごいな、でもたくさんいる。すごい、すごい、尊敬の意思。めっちゃ大変そう。だってさ、生徒がさ、休み時間の日でもさ、宿題の点検とかするわけでしょ。しかも大会前とかだったら土日どっちも練習あるから、うん、やばいね、本当になさそう、休み大変だ。いろんな職業があるもんね。部活は残業扱いなんだ。そうなんだ。お仕事じゃないの大変ね。れいちゃんです。そう、れいちゃん、レイです。レイです。なんか聞いたことない、レイです。レイ、ね、レイですっていうのあんまりない。確かに藤園レイですだもんね、うん、レミですも聞かない。え、本当ですか。え、言ってる、言ってみて、ちょっとレミです。え、言わない、言わない。え、なんかレミですとは言わないけど、割とあ、レミって言いますみたいな、なんか死後って言うんですか、うんうん、自分のことレミって言うんですか。あ、レミっていうね、確かに私レイって言わないもんね、私っていうかな、私のイメージ、私だ、私って言ってるわ。
大人になると私の方がいいですよね。うん、大人になるにつれて私の方がいいですよ、ね。どうなんだろう。私何歳ぐらいで変えた方がいいんだろうね。20歳とか社会人だったら18くらいからってことかな。あ、確かに。でも私あれだよ、家ではレイちゃん呼びだよ自分のこと。え、そうなんですか。そうだよ、びっくり。自分のことレイちゃん呼び。レイちゃんね。え、そう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 。え、レイちゃんこれ食べていいのとか。やばいよね。ない、やばいよ。でも外では完全私になる。え、切り替えができるってこと。え、できるできる。小学校の時とかからも、え、何これ。小学校からも、小学校からずっとそんな感じ。え、かわいいだよ。え、やだよ。レイちゃんこれ食べるとか、食べていいとか。すごい、レイちゃん意外すぎ。でも何でも報告しちゃう。レイちゃんお風呂入ってくるとか、レイちゃんトイレ行ってくるとか、いちいち全部トイレも。え、全部とか、ご飯とかもいただきます。なんかちっちゃい頃からなんか習慣、なんか習慣っていうか癖なんだと思うんだけど、なんかいただきますって言って、はいどうぞとか、はいなんか召し上がってみたいな感じのこと言われないと食べない。だからなんかさ、いや違う、偉いとかじゃなくて、なんか言われないと食べたくないのよ。だからいただきます、最初いただきますって言って、誰も構ってくれない時とかの、いただきます、いただきますとかめっちゃやるよ。意外すぎる、意外性。それで言ってくれます、どうぞ。うん、はいって言われる。超だるそう。はい、かわいい。でもレイちゃんよりいいですね、ギャップ。え、そう、私のイメージ強すぎて。確かに外では私だもんな。カマチョです、意外に。確かにイメージある。カマチョ、うん、意外に、意外に絡むよね。うん、自分から絡みに行くけど、結局いやってなっちゃう。サバサバ。一番魅力。最悪じゃないですか。自分から言ってるのに、かまってくれたらいいやつ。一番、うん、めんどくさい。やばい、ギャルだ。そこ？ギャル。あ、レミちゃんも末っ子？末っ子です。やっぱ末っ子同士だからさ、考えが似てるんだろうね。ね。ブケニャンさんありがとうございます。 FP さんもありがとうございます。確かに末っ子ってあるんだ。末っ子ね、割と末っ子多くないですか。あ、チームメイト、うん、普通に一般的に。あ、確かに一般的にって言ったら。でも私の周り末っ子多いかも。ユニーの周りも違う。やっぱそういう感じなんだろうね、うん、自分と似た者同士が。確かに似た者同士なんだ。とも悪いを呼ぶですね、やっぱ。それだ、本当に末っ子多いかも。ね、多い。私も、え、だからほぼかも。いや、本当にほぼかも。それか一人っ子とか、うんうんうん、それか上にいるか。あ、末っ子じゃなくても。お姉ちゃん、お姉ちゃんとか。え、確かに。え、私同い年だったらほぼ末っ子だわ、友達。いえ、すごい。だけど年上の人とかはあれなの、お姉ちゃんとかみんな多い。なるほど、確かに。新一郎さんありがとうございます。考えたらさ、ね、やっぱ友悪いよ。海行きたい、ね、行きたい。海行こう、行きましょう。決まりそうですね。決まりそう、楽しみ。ひまわり畑も、ひまわり畑。え、岩盤浴も行こう、楽しみ。そうなんだ、岩盤浴行こうっていう話をしてたんだ。そう、行こう、行きたいっていう話になって。ね、行こう。リミ行ったことないから。初、初岩盤浴が出ちゃう。いやー、申し訳ない。なんでなんで。え、熱いの好きなの。暑い、好きとかないか、暑いに。サウナとかはもう入ったか。でもサウナより、サウナよりは暑いですか。
いや、なんかね、じわじわくるって感じ。いや、でも気持ちよさそう、なんか老廃物が全部出て、うん、なんかね、顔すっきり、なんか全身、なんかむくみ取れるって感じ。とか疲れとかも取れるから、レッスン期間中に行くのめっちゃおすすめ。なんかレッスン早く終わって、ね、行きましょう。朝、てか今日みたいにさ、朝行くだけとかさ、の時ありそう、これからね、行こう、うん、楽しみ楽しみ。レミちゃんの岩盤浴見るの羨ましいなんて、そこ？どういうこと？そこ？岩盤浴見るの？意味わかんない、結構服着てるよ、岩盤浴着ますよね着るよてか、もしもう奇跡的に同じ時間帯に同じ場所の岩盤浴にいたら見れるよ。だって男女一緒とか、え、そうなんですか？うん、全然あるよ。とかほぼ一緒、岩盤浴。だからカップルとかも結構多い。なんか最近やっぱサウナとか流行ってるからさ、多いね。そうなんだ、めっちゃ髪伸びた。え、長いよね、近内のロング。ロングが好き。え、全然毛先とかも切んないの？え、切りますよ。なんなら切った。私さ、いつもさ、切ってさ、伸びてまた切ってってするから一生伸びないんだけど。確かに一生同じ長さね。岩盤浴でバイトしますやばいやばい温泉のスタッフ。でもどういう気持ちなんだろう、温泉のスタッフ。え、確かに気まずいのか。慣れてる。え、もう慣れてるんじゃない、長年やってた。うん、確かに考えたこともなかったね、うん、え、今何分配信してるんだ。ここ時計ないね、そういえば。21時22分。あ、でも結構やってるね。無限時計出してきました。え、すごい、オレンジかわいい、すごい。あ、え、何、デザイン、めっちゃ種類、すごすごすごいですよね。え、すごいね、おしゃれ。え、おしゃれ、なんか微妙に違うね。え、140個ある。え、あすごい、すごい、アニメ、なんかあれみたいじゃない、あのマリオ、マリオ、昔の。え、かわいい、すごい、すごい、怖っ。見にく見にく、めっちゃわかんない。いや、わかんない。いや、わかんない。わ、これもわからんない。18時にも見える。ね。わーわー、すごい。わーすごい。わー、すごい。ね。わー。すごい。いやー、すごい。もう、シンプル。すごい。いや、すごい。微妙に違うんだよね。こんだけ種類作れるのが逆にすごい。すごい。何が違うんだ、逆に、ここら辺。ね、日付の書き方とかは違う？え、すごい、すごい、めっちゃすごい。どれがいいですか？ストップって言ってます。いくね、ストップ。あ、シンプル。あ、シンプル、でもいい。でもゼロがかわいい。確かに、すごい、このすごさを伝えたい、ね、みんなもアプリ入れてみて。無限時計、宣伝の宣伝無限時計めっちゃ眠くなってきた。本当にあくび出そうね。だってもう朝からだったもん今日。何時に起きました？そう、いつものレッスンの3倍くらい多分体力使ったんじゃないか。頭を使った。そう、なんか立ってる時間とかも多かったから。確かに、うん、トータルで3時間半くらいは、うん、え、もっとじゃない？言うて3時間半。うん、3時間半ぐらいか。でも休憩なし。確かに。だったね。水休憩とかも飲んでいいけど、焦りすぎて飲む時間がなかった。確かに。FP さん、くまちゃん、ありがとうございます。新一郎さん、ありがとうございます。次の配信はまだ決まってないです。ね。私も決めてないよ。ね、決まらないよね。難しい。ね、夜にするか。でももう頑張って先に終わらしちゃうのもありだよね、うん、先に帰って終わらせて。
あと何分ですか？2時間。うん、2時間だね。だって今1時間しとる、あと2時間だから。確かに30分配信で30分空けて、むずい、どういう立て方にしよう。ミミはあと1時間半です、ね、あ、朝したんだ。朝30分しました。めちゃめちゃ眠くてやばかったけど、朝したから1時間半どうしよう。でも普通に睡眠取りたい。え、そうだよね、うん、私も全然寝てないよ今日。マジレイちゃん寝てない。ね、寝てないマジで。花火とかしたくない？そうしよう、しよう、バーベキューしたい。え、しよう。したいこと多すぎて、ね、制覇できるのかこれは、ね、でもさ、とりあえず夏にさ、したいことが多いから。バーベキューと花火は一瞬できそう。そう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 。確かに。でも海でやっちゃえば海も入れるから、海も可能。一石三鳥ね、一石もめっちゃあるね。山頂、山頂。え、花火見に行きますだって。めっちゃいい。やってるの今。やってるんだ。それに驚きでもね、人も確かにごった返してそう、うん、FP さんありがとうございます。誰か一つわかるね。叶え、でも叶えれそうなん。でもさ、スケジュールがね、うん、正確に決まってないと困るから。そう、難しい。とかイベントのさ、ね、スケジュールとかもあるから、なんとも言えない。ね、そうなんだよね。バーベキューしたいな。え、美味しいお肉なんか綺麗な夜景とか見に行ってみたい。え、行こう。え、行きたい。めちゃめちゃ綺麗。絶対行こう。行きましょう。でも言って一緒に遊んだこともないです。ないよ。予定立ててるだけ。え、そう。予定立ててるだけ。妄想してるだけ今。だから絶対に行かないよ。でもこの前レッスンの後にご飯食べに行きました。え、食べたね。懐かしい。懐かしい。もう1ヶ月以上。れいちゃんが免許取ってくれたら、うん、ドライブ行こう。あ、流星群とか見たい。え、見たい。旅行とか行きたい。箱根も行こうとか言ってた。やばいですよね。でも立てすぎてやばい。行ってましたね。やばいね。箱根行こうって言ってた。え、箱根行きたくない？結構。そうだ、そうだ、言ってた、ね、箱根の話してた、ね、結構箱根行きたいかも私。結構結構行きたいね。え、箱根はマジ一泊二日とかで行こうよ。行きましょう。ね、行こう、絶対行こう。え、だからあれあれ、一泊二日とかだからもう完全にあれなんだよ。ワンちゃん今行って今一緒に配信ずっとするか。面白い。行ってたら箱根行きましょうって話したんだ、ね、やばすぎ。そうだ。沖縄とか北海道とかも話してましたね。やばすぎ。もう絶対叶わないじゃん。叶わない夢を永遠に話してました。ね、じゃあ一番なんだろうね、一番。そう、行きたいで盛り上がるの女子あるあるですよね。そう、予定立ててる時が一番楽しい。え、そう、楽しい。あ、熱海行きたい。良さそう。行きたい。そんなに魅力を感じる、ね、温泉行きたい。北海道とか沖縄とか、ね、やばいね、行ってましたね。マジ行きたい。やば、面白い。行動力すごい、ね、やばいよね。え、普通に箱根行きたい。 OL が行く。確かになんか JK っぽくない。ね、やばいね、 JK っぽくない。アウトレットとかも行こうとか話して、なんか服めっちゃ買いたい私。行きたい。アウトレットいいですね。行こう。妄想が広がります。グラムね。
え、まず一番じゃ何かないたい。結構ガチで行こう。結構ガチで行きたいのは何ですか、うん、箱根行きたいです。え、何、え、ど、え、待って、待って、泊まり系、え、何で、どういう系で行く。あの、ひまわり畑とかそっち系のやつも含めるか、うん、めっちゃ忙しい人いたいね。え、やばいやばい。え、何にする。どうしよう。でも夏休みのうちじゃないと一泊二日も無理じゃん。確かに。だからそうですね。え、でも箱根行きたい。箱根行き、え、箱根行こう。箱根と、うん、ひまわり畑。ひまわり畑超好きじゃん。いや、夢があるんですよ、うん、で、じゃあ来年ひまわり畑行きましょう。いいよ、来年ね。来年とりあえず箱根行きたい、本当に。でもアウトレット経由箱根はないですか。岩盤浴のある旅館、あ、いい。ありそうじゃない。ありそう。来年に持ち越し。え、箱根は最短で結構行かない。東京からなら箱根日帰り。え、待って、箱根ってさ、どこにあるの。静岡、どこ、神奈川。え、どこ。え、で、草津温泉みたいな知らない。え、聞いたことはありますよ。草津温泉はなんかこの間なんか東京駅に行ったんだけど、なんか草津温泉行きのバスが出てたの。へえー、だから近いのかなと思って。箱根、箱根は神奈川。あ、神奈川、神奈川、南西部だ。え、めっちゃめっちゃいい、この写真。え、やばい、すごい。神奈川だ。え、人口めっちゃいる箱根。社会のめっちゃそう、バス出てた。あ、群馬なんだって。え、あれ知らない、ね、あれ、草津温泉で調べてみて。絶対見たことある。え、インスタとか入ってない。 iPad 入ってない。入ってないです。え、草津温泉で調べたらなんか煙の、草津煙のやつがあるんだよね。多分見たことあるよ。あ、ないかな。え、ある。え、で、そこ行く。え、めっちゃすごい、なんかテーマパークみたいね。え、そこって泊まれる場所なの。旅館ですよ、でも。温泉旅館。え、行きたくない、ここ。行きたい。何県。群馬。群馬、うん、え、すごい。え、これすごい。え、そうそうそう。え、そこでなんか夜はめっちゃ煙みたいなのが出て。え、これだ。え、半日かかるって行くだけで、それはしんどいな。ちょっと多いな。でもバス出てたんだし。やばいやばい。バス出てたの。そう。え、なんか千と千尋みたい ね。え、それが有名なんだって、そのこの板のやつが。あ、そうなんだ。どうしよう、すごい。 え、箱根は電車で行けるんだって。え、そんな近いんだ。え、すごいね。すごい。え、箱根行っちゃう。行きたい、結構行きたいです。箱根行きたいな、超面白い。なんか、え、箱根行きたい。リアルガチ。うん。箱根は新宿からロマンスカーで90分。ゆいゆいさんがドラマやってたとこ。あ、そうだ。へー、すごい、すごい。じゃあそろそろ。え、ほんとだ。え、な、40分からだから、あと6分くらいか。東京から箱根なら電車で1時間ないぐらいらしい。え、近いね、全然。すごい、仕事終わりに熱海行ったんです。最高、すごい。めっちゃ癒しになりそう。え、行きたい箱根。でも丸2日休みとかないよ、絶対。2人が会う丸2日休み、奇跡だよ。確かに。だってそもそもさ、この時期に丸2日休みって相当ないよ。相当ない。確かに。だから日帰りでも行けるな。だから思ったのは、朝にレッスンあって、そのまま箱根。え、そう、そのまま箱根行くじゃん、はい、で、次の日のレッスンが夜からとかだったら泊まってゆっくりして夜から企画中。しんどいかな、それは。え、でもリラックス絶対できる。できそう。美味しいもの食べて。え、行こう。箱根はありだよね。自分たちからハードスケジュールに。それな、自分たちから。
でも逆に仕事の日で一日仕事で朝からねで昼ぐらいに終わって、あ確かに、でそのまま行って次の日で休みとか、どっちかの一日が休みとかだったら嬉しくない？2日間の一日ね。だって実際さ帰る日はさ仕事、え帰る日が仕事ない方がいいのかな、そしたら夜までいいね、でゆっくりできるじゃん家帰って。でも帰る日に仕事だったらさ気持ち的にもさ重くなりそうだよね。めっちゃ考えてる、やばいね。え箱根は結構マジで行きたい、えずっと行きたいって言ってたの私、温泉に行ってましたね。行こう、行きましょう。一番最初に出てきませんでした箱根。箱根ね、行こう箱根、マジ行きたい。箱根駅伝のイメージ、箱根行きたい。 OL の会話みたい、確かに19の会話ではない。で、でもなんか温泉付きのさ都内のホテルとかでもありだよね。すごい、それはすごい、ありだよね。ちょっといいとこ泊まって、やっぱ夏休みだからね楽しまないと。そうですね、せっかくの夏ですから、ね、JK のうちにね。そうだよ、それもさ、そうだよ、やばい。それもさ、やっぱショールームとかもこうやってね、頑張ってるから、ご褒美で。楽しみ。ね。今から。あと3分。楽しみ。いいですね。でも海とかも夏だけだもんね。確かに。え、海もありだね。海行きたい。海は絶対次の日休みじゃないとしんどいよ。確かにね。確かに絶対しんどい。ひまわり畑は全然行こう。行きたい。かき氷も食べに行きたい。ね、かき氷は今でも行ける。確かに。ね。39分になったらランキング読みます。めっちゃギリギリですね。うん、え何分に読んでる？5分前ぐらい。え嘘、変動しない？ランキングしない？確かにします、たまに。じゃリーも今日44分に読もうとか、2分前とか言ってる。確かに読めますもんね。なんかちょっと YouTuber 顔じゃあ読みます。13位は里姉さんありがとうございます。12位はめめもんさんありがとうございます。11位はまぼれしさんありがとうございます。10位はセッキーさんありがとうございます。めっちゃ緩いかも。9位はきよしさんありがとうございます。え、それどうやって強くて、あ、下を回すとか。10位はセッキーさんありがとうございます。9位はきよしさんありがとうございます。8位は YSA73 さんありがとうございます。7位は新一郎レイちゃま大好きさんありがとうございます。6位はブキネアさんありがとうございます。5位はうほうほほさんありがとうございます。4位はクリーニング屋さんありがとうございます。3位はワタボーさんありがとうございます。2位は FP さんありがとうございます。1位はカークタイザーさんありがとうございます。タコパー、あとちょっとタコパー秒でできるよ、ね、でき冬でもできる、ね、冬でもできる。な、夏にしたいことのあれだもんね。確かにプールとか行きたいな。プール温水がいい。温水でおばあちゃんじゃん温水プールでもおばあちゃんすぎ、さすがに冷たすぎるとお腹冷えちゃって。ああ、かわいい思ってる思ってる。でもナイトプールは絶対嫌です。怖い、ナイトプール危ない。一回行ったけど危なかった。危なそう、ヤリラヒーもたまに。ヤリラヒーやばいやばい。じゃあありがとうございます。バイバイ。イエーイ、レミちゃんもありがとう。